ロバート・ワグナーはアメリカ合衆国の俳優、映画プロデューサー。ミシガン州デトロイト出身。父は報道者の旅回りのセールスマンで、ドイツ系。母は電話交換手で、ノルウェー人をルーツに持つ。1950年代から息の長い活動を続けるダンディーな演技派俳優で、タワーリング・インフェルのピンクの表など、出演作多数だが、むしろ、 テレビシリーズ、スパイのライセンス、華麗な探偵、ピートマック、探偵ハートハートの主演者として知られている。最近では、オースティン・パワーズシリーズのナンバー2役でおなじみ。2008年、出版した、自助伝、ピーシズ・オブ・マイ・ハートが、ベストセラーになった。1957年5月4日、映画、ストップ・オバー東京の日本ロケのため来日。テレビドラマ、 NCIS ネイビー犯罪捜査班に、トニーの父親役で出演するなど、今なお精力的に活動を続けている。女優のナタリーウッドとの2度の結婚は有名である。ナタリーウッドが事故で亡くなり、その後4度目の結婚に踏み切った。ナタリーウッドマリオンマーシャル一人娘、KT ナタリーウッド一人娘コートニー、ウッドの連れ子、ナターシャグレグソンジルセントジョン2018年2月1日。 ナタリー・ウッドの死に関し、ロサンゼルス軍の警察当局から重要参考人として事情聴取を求められていることが明らかになったが、ロバート・ワグナーは聴取を拒否している。日本語吹き替えはほとんどの作品でジョータツヤが担当した。ありがとうございます。